若い森末さんだったんで、はい、僕はもう相手が若ければ舐めてかかりますから、だから僕より若いなと思ってね平気でインタビューできると思ってましたこれでは僕の方が負けちゃうじゃありませんか。ちょっとこうしてカムフラージュしてですね、それで言いたいことを言おうと思って、森さんも賞を取られたからね、相当ズバリ何か私を、なんか、いや、そうじゃないんです。そうですか。僕はもう非常に感心しております。というのはね、やっぱりそのドストエフスキーの言うことじゃないですけれども、悪人になったら悪人になりきると、善人になったら善人になりきると、森繁さんが悲しい歌を歌っておられると涙がこう出てきますね。あれはやっぱりなりきってる証拠ですね。そのくせにね、作者であるドストエフスキーを失わないように、森繁さんは自分を失ってないじゃないですか。それが森繁節でありながらあらゆる人になるでしょう、これ爺さんになった。でも随分ね、悪が強いなんて言われるんですよ。それはね、羊羹屋でも、あの羊羹は食わないと、こういうようなレッテルを貼られてこそ、あの羊羹じゃなければ食わんという人が出てきますよ。ああ、そうですね。作家だって、あんなやつの羊かというような人が出てきてこそ、待ってましたと。いい、こういうことですが、どうですか。いい、そうですね。いや、初めはね、若い自分なんてもな、そういうものをですね、なんか怖がってですね、もうともかく全部誰にでもいい顔しようなんて思ってますけどね、はい、近頃やっぱりだんだんわがままになりましたね、勝手になりやがれっていう、どうでもよくなってきちゃってね、相当憎まれ口も叩きますしね、それでもう好きなことだけしようなんてね、まだそういう年じゃありませんよ、僕から見れば。そうですか、ありがとう。感謝してもらって嬉しいやら嬉しくないやらわかりませんねうん、それで僕はですね、大陸の育ちなんですよ。あ、これはいいですね。それで森繁さんはね、古い昔への良きそのノスタルジア、これがあると人は思っておるが、その中に大陸へのノスタルジアがありますね。大ありなんです。あるでしょ。私はね、じゃあ口だろう僕はね、今更もう亡くなった言葉で満州なんて言うと叱られそうですけどもね、事実昔はあったんですよ。傀儡だろうが何だろうがあった、それでね、そこでやっぱり亡くなった人もいるし、今度の戦争で死んだ人もいるんでね、ないわと。私はそのね、ミリタリズムを参加してるわけでもないですけどもね、ただ死んだ人にですね、その線香を手向けたい気持ちがいっぱいあるんです。鎮魂歌ですね。私は兄貴も失いましたしですね、そしてあなたの好きなですね、好きか嫌いかどうか知りませんけど、古い歌をですね、いや大好きです。古いままじゃいけませんから、少し新しい顔して歌ってみたいと思うんですが、どうでしょうかね。いいですね。僕なんかの文学の志もそこにありますね。ますますいいですね。ますます合いますね。今後も一つ酒がないのが残念ですな。残念でございますです。よろしくお願いします。実は以前お見